サビトマトガエルは、ヒメアマガエルかトマトガエル族に分類されるカエル。マダガスカル東部固有種。体長6から9.5センチメートル。体色は赤やオレンジ、黄色。背面には和名の通りサビを振ったような虫食い模様や、濃色の三角形や菱形の反紋が入る。目の後部から体側面にかけて黒い筋模様が入る。妖精は後期が前方にあり、 分担が長く伸びる。幼体の体色は褐色。森林に生息する。地表性。外敵に襲われると死を突っ張って、体を膨らませて相手を威嚇し、皮膚から乳白色の粘着質を分泌する。食性は動物食で昆虫類や節足動物等を食べる。繁殖形態は卵生。うっきにできた水場に卵を産む。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。以前ペット用として流通していたアカトマトガエルが、ワシントン条約付属書 I に掲載されたため、代用として流通するようになった。俗内では最も流通量が多い。以前は主に野生個体が流通していたが、近年は飼育か繁殖個体の流通も増えている。テラリウムで飼育される。生態に対して、ケージが狭いと、 ストレスから虚食することもあるため、やや大型のケージを用意する。群れに弱い面があるため蓋を金網にする通して、通気性を確保する。ケージには、ヤシガラドや、不要土等の保湿力がある床材を敷く。地中に潜ることは少ないが物陰に隠れることを好むので、流木を組んだり市販されている隠れ家を、ケージ内に設置する。ケージ内には、 全身が疲れるようなやや大きめの水入れを設置する。生息地で、放摂した以内に卵を持ったメスが流通され、産卵することもあるが、妖精は小さく産卵数が多いため餌の問題で、飼育は難しい。ありがとうございます。